訓練には中国地方の刑務所などで警備にあたる刑務官など36人が参加しました。訓練は鳥取県東部に線状降水帯が発生し激しい豪雨の影響で川が氾濫したという想定で5日間にわたって行われました。この日は毛布を使って搬送する方法や首を負傷した人を救護する方法などを確認しました。一人でも多くの人の命を今回教わった救急法等を使って助けていけたらいいなと思います。今回の訓練で学んだ搬送方法や救護方法は受刑者の高齢化が進む通常の刑務所勤務の中でも活用されるということです。